いやいや。いやいやいや。藤原ランドです。いや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 、どうする。今日なんですけども、藤原ランド家。今夜放送の鬼滅の刃遊郭編が楽しみすぎて待てない。確かにそうですね。あと数時間後ですもんね。そうなんですよ。楽しみだね。そうですね。あ、藤原ランド。いやー、もうちょっと待ちきれなくて、はい、買っちゃいましたよ。おのおの好きなキャラクターをね。いや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 、 いやまさか嫁ランドが煉獄買って眉まで煉獄にするとは。だってさ、もう煉獄さんお亡くなりになりましたよ。煉獄さん本当は赤座やろうかなと思ったんですけど、そうですね、メイクが難しすぎて、ね、だってもう鬼滅見てない頃ですよ、はい、みんななんでこんなさ髪の毛変なさ、はいはい、黄色と赤のこんな煉獄とかいうやつかっこいいとか言ってんのところがもう今なっちゃってますから。ほんと言うとやっぱ遊郭編といえばダキじゃないですか。そうですね、ダキダキやりたかったんですけど、そうおっぱいのサイズが足りなさそうですね。無理だなという判断、はい、でチビランドちゃんはもう自分が大好きな誰でしたっけ。誰よーい、よーい、かわいいかわいい。ちょっと刀見してあげたら、刀かわいいよこれ。ほら、よっしゃー。そしてここに金を思います。はい、かわいいですね。はい、いいですよ。ということで今夜から始まるんですけど、我々は、はい、ちょっとですね、 あなたはどなたですか。いや、サビトでしょ。サビトですかこれ。説明不要でしょ。え、渋いですね。サビトになったんですか。サビトが一番、いや僕、まあ、主要キャラクターで一番好きなのは、はい、善逸なんですけど。そうですよね。手が取れたサビト、やめなさい。全部で言うと、はい、今のところ藤原家は漫画は読んでないので、テレビと映画のみなの で、 そうです、ね、今まで出てきたキャラで僕が一番好きなのはサビトですね。現時点でもうサビトが好きってことですね。サビトが好き、儚くて。あとちょっとさ、気になる点あるじゃん、サビトみたいな。このね、そう、この富岡と一緒の服を着てるっていう。そうです、そうです。さん言わないで、すぐ言っちゃう。私漫画全部読んじゃってますから。すぐ言っちゃうんだから。だからコメント欄気をつけてください。藤原家は見てないから漫画。私はまあ楽しめるタイプだけど、パパは本当ぶち切れちゃう。本当にそうですね。そのコメントをそんな風に書いてきた人、何らかどうにか頑張ってあなたのアカウントを私がバンってます。登録してくれよ。ということで、もう楽しみすぎるんですけど、ね、なんと遊郭編の、うん、そうですよ、テレビコマーシャルが予告ね、予告が上がってるから、それちょっと見て気分上げようかなと。だよ。チビランドちゃん、派手派手の真似できるじゃない。うそ。来た。かっこいい。ダキ。悪いよこれ。あ、この後ですよ。あ、この前ですね。強そうだね、ダッキー。ダッキーめちゃくちゃ強いです。初回1時間だっけ。うわ、楽しみ。夜更かししちゃうわ。ちゃんと録画しておくわよ。はい。これ始まる、今日からこの夜から始まっちゃいますよ、遊郭編が。うん、楽しみだね。入っちゃうね。いや、もうグッズも増えちゃって、うちはもうフィギュアとかがいっぱいあるんですけど、ゲームセンターで撮っちゃったりして。遊郭編始まっちゃったらもうね、正直また増えると思うのよ、ものが。鬼滅破産する可能性あるんで。このコスプレでトータル やっぱ1万円は超えてるわけだから、全体で言う。爆
ぐらいですね。超えてますよ。ヨメランドのカツラは別売りですからね。高そうですよね、しかも。あったらメルカリで売ってます。遊郭編のどの辺を期待してるとかいろいろあるんですか、今の予告とか見て。いやさ、渦井天元がどんな戦い方するのか見たいよね。そうそうそう、どういう柱なのか全く知らないから。音柱でしょ、はい、うん、音柱はどういう戦いするのか全く知らない。音の呼吸ってこと。そうよ、そうじゃない、そうよ、うん、何それって感じじゃん、うん。今のとこ鬼滅で音系出てきたあの境外のあの鼓だけだ。見てるな、見てるな。だからどういう戦いするのか、あと炭治郎がどんぐらい強くなってんのか。そうそうそう、うん、煉獄さんからね、ああいうメッセージ受けて止血とかできるようになってるからね、炭治郎。ああ、チートメールってたもんな、うん、見てます。どんな鬼が出てくるやら、あと赤座が出てくるのかどうかも気になるし、逃げた赤座が。もう絶対に赤座は炭治郎にもうやっつけしてもらいたい。日の神神楽だって、ちょっと今日の神神楽のシーンまた出てたから、うん、また出んのかどうか、遊郭編でもね、そういう謎、火の呼吸の謎が出るのかどうか。はいはいはい、ジビラドちゃんは何が楽しみ、うん、パパ、パパが楽しみ。出てるかな、パパ。サビト、サビト、サビト出んのかな。校長さん出るんじゃない、校長さん出てきた楽しみだね。出るかな、ね。炭治郎がさ、煉獄さんの実家に行ってさ、うん、見るのかな。あ、実家に行ったら何か分かるかもしれないみたいな、ね、みたいなこと煉獄さんが言ってたじゃない、その火の呼吸、火の神神楽のこと、うん、はいはい、うん、行くのかね。行くかもしれない、ね。それも気になるよね。ラララララ。気になるところがいっぱいあるんですよ。本当に。煉獄さんがいなくなったことで柱もちょっとピリッとするでしょ。知ってますね。ね、はい、知ってます。そうだよね。負けるんだって。はいはいはい。上限の3に煉獄負けたんだって。そうですよ。うん、俺が柱なら柱やめるかもしれない。ダメだ。そんなビビりで柱なんて止まらないで。怖い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 ってなって。柱のメンバーたちが禰豆子をどれぐらい認めてるかも楽しみだし。ああ、なるほど。いっぱいあるんですよ、だから要素が楽しみというか。そうだよ、だって宇宙天元以外の柱が出てくるのかどうかもさ。そう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 。恋柱はどうやって戦うのかとかね、何も知らないし。神戸寺さんでしょ、知らないんだ。全然知らないんだ。恋柱の戦い方なんてさっぱり意味わかんない。メロメロにしちゃうのかな。普通そうだよね。ね、これさしてね。恋柱だもんね。今までの鬼滅のシリーズ、どのシーンが一番好きなシーンありますよ。まあ、ルイのラストかな。そうね、うん、火の神神楽でバッケツで協力して倒したっていうことよりも、うん、ルイの人間の時の回想がたまんない。あ、で最後悲しかったね、うん、一緒に行こう、地獄、ね、地獄に落ちるかなみたいな、はいはいはい、でも一緒に行こうっていうあの親のあの優しさね、はい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 、あそこが僕は唯一泣きましたね、うん、一番泣いたところ。泣いたところじゃなくても一番好きなし、そうそうそう、ここが一番興奮したで、そうそうそう、あそこはやっぱりバッケツのところは泣いたよ。そうでしょ、うん、そうだね、なんかあの音楽も相まって、はい、そうね、炭治郎のテーマみたいなね、うん、19話、うん、チビランドちゃんはどこ、何回も見るもんね、どこが一番好き、どこ好き、鬼滅の刃で、うん、お話でどこが一番好き、うん、境外です。境外です。そこ境外のシーン、あのベロの長い鬼好きだもんね。善逸に倒されちゃうね、善逸、うん、のあのシーン好きじゃない、敵力一戦の出るシーンが好き。あ、いや、いいじゃん、かっこいいじゃん、急に出るやつね。でも善逸よりはあのベロの長い鬼で大爆笑するベロベロの鬼、もう一回見たい、あのベロの長い鬼ってなるんで、そうそう、ベロベロの鬼っていうのね。そう、できることならよ、フジテレビさんにあの、うん、テレビでは無理だけど、あのプレミア公開でチャットできるようにしといてほしい。早く見せろと、うん、早く見たいね、早く見せろとということで、そうですね、はい、まあまあもう言っててもしょうがない、もうこの後すぐ入れます。学編楽しみにしてます。うちと一緒の状態の方もいらっしゃると思う、はい、映画までで止まってるっていう、うん、テレビが楽しみだって、はい、一緒に楽しんでいきたいなと思ってます。チブランドちゃん、モノマネで最後チャンネル登録、あ、じゃあ胡蝶さんのモノマネしてあげて、うん、胡蝶さんで。死ぬ呼吸、チューの前、頑張れ。上手上手、ヨビちゃんも拍手してる、ほら。いつもでしたらチャンネル登録よろしくというところなんですけど、鬼滅の刃遊郭編よろしくお願いします。チャンネル登録。
しくね。